皆さん、こんにちは。最近のめぐみとしあきさんの進行ぶりが芳しくありません。丁寧さがなくなっていると一部報道では指摘されています。今回は、めぐみとしあきさんの一連の状況を見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。お笑いコンビ、本邪魔家のめぐみとしあきさんが2024年9月30日、都内で行われたジャパンスケットプロジェクト新プロジェクト発表会に、タレントの菊池亜美さん、お笑いコンビ、よい子の浜口優さん、俳優の橋本まなみさんと共に出席し、次男が福岡、糸島にある大学に進学したことを明かしました。咲かせよう、みんなでをキャッチコピーに、地方出身タレントが PR で困っている地元企業を支援する国内初の地方特化型プロジェクト、地方タレント、地方企業、ベンチャー企業の3社が一体となり、自治体主体ではなく民間企業が主体となって地域活性化を行っていくという趣旨です。九州スケットプロジェクトのアンバサダーを務める鹿児島県出身のめぐみとしあきさんは、僕は上京して42年なので、圧倒的に東京の方が長いんですけど、未だに鹿児島県人だと常に意識していて、鹿児島に帰っても、東京に出ていく、という思いになるんですよね、と地元愛を語りました。そして、今年、還暦になるんですけど、鹿児島の60歳の同級生たちが頑張っていろんな仕事をなさっていて、その苦労を見ているので、ぜひこういう機会があったら全力で応援したいなって気持ちでいっぱいです、と言葉に力を込めて述べていました。また、あまり知られていない地元のおすすめスポットを聞かれると、めぐみとしあきさんは糸島を挙げ、くしくも今日から朝の連続テレビ小説、おむすびの舞台で、次男が、父ちゃんが鹿児島だから九州の大学に行く、って嬉しいことを言ってくれまして、今年の春から九州の大学に行っているんですけど、そのキャンパスがあるのが糸島なんです、と打ち明けました。昭和芸能。夏休みには家族で糸島に遊びに行ったそうで、海があって、山もあって、とても一日では回りきれない。すぐ天神、そして中洲に行けるんです。食べ物もラーメンだけじゃなくておつまみから何から何まで本当に美味しくて、安価で、食べてよし、自然と親しんでよし。鹿児島時代から福岡には一目置いていましたし、最後はここで暮らしたいくらいとっても好きな街なんですけど、特に糸島はおすすめですね、と熱く語っていました。私生活ではこのような嬉しい出来事を語るめぐみとしあきさんですが、本業の MC に関しては最近すこぶる評判が悪いようです。 TBS 系情報番組昼帯の視聴者の間ではおなじみのワードとなっているという森原、これはどういうことかというと、ウェザーマップ代表で気象予報士の森明氏の天気予報が外れるたびに、司会のめぐみとしあきさんをはじめ出演者が、圧をかけるハラスメント行為には非難の声が寄せられているというのです。しかし、2024年3月6日の放送回では、森氏が見事にやり返す一幕が見られたとのことです。どのようなやり取りがなされたのでしょうか。その日の正午近く、お天気コーナーが始まると、司会のめぐみとしあきさんは、今日は真冬並みの寒さです。6度くらいでしたよ、と話しかけ、森氏は、多分都心は5度くらいなんですよ、と解説しました。これにめぐみとしあきさんが、今日、なんか10度予想とかじゃなかったでしたっけ、と疑問をぶつけ、8度になりましたと答えた森氏に、それがよくわかんない。10度だったと思うんですよ。それが、8度になりました、って報告ですからね、と予想が外れたことを強調しました。その後、森氏は雨雲の動きを解説し、その時点で渋谷駅前では雨が降っていたが、時間の問題、おそらく、本当にもう30分くらいで、雨が止むんじゃないですかね、と予測。めぐみとしあきさんは、あと30分ですね。まだ番組やってますね。放送中ですね。確認はできますね、とプレッシャーをかけていたと言います。番組では3月5日の夜に雪が降った関東各地の映像を紹介。ある出演者は森氏が2月に、
もう雪は降りませんよ、と断言していたと振り返り、困惑する森氏に恵利明さんが、何キョロキョロしているんですか、どうしたんですか、といじり倒していました。SNS では、出演者揃って森原か。森原、ダメ。とたしなめるコメントが相次いでいました。その後、午後1時30分過ぎに始まったお天気クイズのコーナーでは、森氏がクイズの前に、雨止みましたよと報告。午後1時前の渋谷の様子なんですが、空はまだ分厚い雲がかかっているんですけれども、正確には12時37分に止みました。ほぼ予想通りと話すと、江藤愛アナは拍手をして祝福。めぐみとしあきさんは、予想通り。と言ったところでようやく、1時間30分前の発言を思い出して、ああ、そうですね、と笑みを浮かべていたといい、SNS では、雨止まなかったら徹底的に森原されてたな。森原に逆襲した。森さんの勝ちだと森原のプレッシャーを跳ね返した森氏に称賛の声が上がっていたそうです。めぐみと昭和芸能。としあきさんはいじっているつもりでも、視聴者が不快に思うような行動や態度は慎むべきでしょう。そして、次のようなこともありました。日本時間の2024年8月1日、パリ五輪で体操男子個人総合決勝が行われ、日本の岡慎之助選手が6種目合計86点、832点で金メダルを獲得しました。同1日にオンエアされた昼帯でクローズアップしたのは、わずか0点、233点差で2位に終わった中国の大エース、ことジャンボーハン選手でした。スタジオでは専門家が張選手の実力を称賛するも、出演者たちと笑い者にする一幕があり、視聴者から批判が殺到していたといいます。入場シーンの VTR では、日本の岡選手が両手を挙げて声援に応えているのに対して、ジャン選手は肩を落としており、足取りも重く、どこか元気がなさそうに見えました。これに池谷さんは、ほら、ちょっと顔見てください。やばいですよと笑い声を上げて、MC のめぐみとしあきさんも、確かに、終わった後みたいな感じが、とコメントすると、スタジオは大きな笑い声に包まれました。池谷さんは、やっぱり疲れてるんですよ。ほら、と強調していたのですが、SNS では、2位の中国選手を笑い者にしてる。ほらほらとか言って笑うのはどうかと思う。中国の選手をバカにしているようで不快すぎる、などと批判が殺到していました。日本の岡選手と金メダルを争った張選手の凄さを改めて知ることができた意味では、とても意義のある内容でした。ただ、岡選手が金メダルを獲得できたのは、まるで張選手の体調や中国のチーム事情が大きく影響していたとも受け取れる内容でもありました。何より、疲労困憊の中国選手をスタジオで嘲笑するシーンに、多くの視聴者が違和感を抱いたのは当然のことかもしれません。少なくとも、先ほどの気象予報士のいじりと同じようなものを感じます。スタジオ全体がそのような空気に包まれていたのではないかと指摘せざるを得ません。そして、8月4日に放送された日曜劇場、ブラックペアンシーズン2の第5話に、めぐみとしあきさんがゲストで出演したのですが、このキャスティングが TBS の忖度だと指摘されているといいます。同ドラマの原作は海道隆氏の小説、ブレイズメス1990と、スリジエセンター1991の2作で、2018年4月期に同枠で放送されたドラマ、ブラックペアンの続編でした。二宮和也さんが人も金ももてあそぶ悪魔的な天才外科医、天城幸彦を演じていましたが、めぐみとしあきさんが演じたのは、韓国で飲食店をチェーン展開しているグループ会社の社長、木崎大吾で、何でも金で解決しようとする嫌味かつ傲慢な経営者で、買収相手に、負け犬、ワン、悔しいだろ、ワンワン、ワオン、と侮辱するなど、人間性が皆無だったようです。めぐみさんは、2009年から、昼帯、のメイン MC を務めており、今や TBS の昼の顔、
今回の出演配慮帯放送開始から15周年を記念したオファーだったとの噂です。悪役とはいえ TBS としては恵みに花を持たせたい思いもあったでしょうと芸能ライターは述べています。いかがだったでしょうか。今回は恵みとしあきさんに関する情報を集めてみました。一時は優秀な MC として映画を極めた恵みとしあきさんですが、最近の様子は少しお山の大将のような感じだと関係者は語っています。専門家の話を遮ることは日常茶飯事、 MC であるにもかかわらず意外とものを知らない。ウィークポイントを挙げればキリがありませんが、 MC として適性を欠くのではないかとまで言われる始末です。ただ単に見飽きたということで人気が急落しているとも考えられます。いずれにせよ今後も TBS の昼の顔として続けていくには少し改善が必要なのではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。